はい、皆さんおはようございます。いつまでもバイクでチャレンジされさんです。イエイ。はい、今日日曜日もう10時過ぎてるんですけど、昨日ちょっとねキャブレターの同調とかカムチェーンとか、はい、調整してバッテリー液も入れ替えましたし、補充しましたし、ちょっと試運転出ようと思います。はい、すげえエンジン静かになった。わかるかな、メーカーノイズ。ここからねキューキューがスパスパ言う、結構大きいんですけど、あとプライマリーの音がガラガラは言いますけど、すげえ良くなった。この排気音もで、一個ねトラブル起きました。はい、それ何かっていうと、ここじゃーん、ここね爪が折れてなくなった。すげえ悲しい。ここクイックファスナーかなんか止めるしかないね。はい、帰ってから考えましょう。はい、ということで、はい、アイドリングもめちゃめちゃ安定して、はい、こんな感じで、もうねエンジンの音が違いますもん。はい、という感じで今日ちょっと試運転行ってみたいと思います。はい、アイドリングと、ま、エンジンの音すげえ静かでしょ。これオーバーホールが終わって10万や最後にオーバーホールして、もう大方10万キロ近く走ったエンジンとは思えない静かさ。でこの今3000回転少々で流してますけど、この時の排気音がとか、こうアクセルをこう戻すじゃないですか、したらボーってなるんです。あれが同調が取れてない時ってボボボボボボボとか言ったりするのが全然言わないし、もうねこの回転で流してる時にもうすでにもう4つがぴっちり揃ってて、もうなんかすごくねいいハーモニーが綺麗にこう集合感から出てるのがわかる。ですよ、ぴったり合うと、これ快感ですよ。あのめんどくさいけど、あの同調を取った後の快感はこれですよ。なんていうかな、ギターの弦をチューニングして綺麗に揃って、なんでもいいや、まあ、C なら C をこう押さえてじゃらーんと鳴らした時のこう綺麗なハーモニーと、なんとなく適当に合わせて、合ってはいるんだけど、なんか微妙にちょっと違うとこもあるんだけどなと思いながら、じゃらーんと、まあ、C は C なんだけど、なんか気持ちの良くない C だよねっていうのと、あれぐらいの差がある。意味わかんないよね、こんなん言われても。いや、どの回転でどのギアで行ってもモーターのように滑らかだし、振動ないしたくなるし、CB の場合特にあのプライマリーシャフトが結構ガタついてガタガタ言うんですよ。でそのプライマリーシャフトがガタガタ言うのと、それにあの派生してクラッチハウジングもガタガタ言い始めるんですよ。でこれがね同調取れると、その辺がねかなり静かになる。結局バランスがいいんだろうね、爆発のあれ微妙なズレでも、だからそれがガタゴト音が大きくなるんですけど消えるんですよ。で1000、今は多分1200、300回転ぐらいでアイドリングすると思うんだけど、もうね調子悪いと1200回転ぐらいって暖気中は止まるのね。うん、パスンとかって調子悪いってかちょっとずれてたりすると止まったりすんの。それが止まらないんですよ。1000回転ぐらいに回転が落ちてて落ちたりするんだけど、まだ温まる前ってそれがね止まらないんですよ。素晴らしいんですよ。もうね半日かけて整備する意味があるみたいな。いやー本当よ、カムチェーンも昨日やったおかげで、で静かでエンジンが、うん、どうしたのみたいな。もっと早くやれよっていう感じですけど、冬になるまでしないんだよなこのメンテナンスを。で来週、予定としては来週オイル交換しようと思っているので、そのオイル交換が終わるとさらにエンジン静かになると思うなというのが、まあ、今の実感。はい、もう
つまでも元気に走ってくれてありがとうよっていう感じです。はい、ちょっとこのエンジンの調子の良さは自慢ですよ。無茶回したら壊れるから回さんようにしてね。はい、でちょっとまあそんな感じで今日走っていきます。はい、今三次郡まで走ってきました。もうちょっとで尾道なんですけど、はい、エンジンこのように、はい、非常に静かで同調もまだ狂ってなくて、はい、ここまで狂うこともなく走ってきました。はい、排気音もちょっと聞いてみますか。こんな感じで綺麗な断続音でしょ。で、はい、カムチェーンの音もすごくエンジン静かです。走っててめちゃくちゃ静かです。はい、ちょっと走ってみましょうか。ここまでね、山の中走ってきてすっげー寒かったんだけど、今、はい、あ、まだ車来た。はい、どうでしょう。はい、すごくエンジンの音も静かで滑らかで、はい、絶好調という感じです。ここまで、ざっと100キロぐらい走りましたけど、はい、まだ全然こう狂ってくる感じもないので、はい、大丈夫っぽいです。はい、もうちょっとでクロスロード三次っていう道の駅なんですけどね、はい、まあ、そこには入りませんけど、はい、そんな感じでここまで非常に順調に走ってきた感じがします。はい、今からね、尾道の方に向かって、はい、下っていこうと思います。山の中走ってたから寒かったんだよ、めちゃくちゃ。はい、なので、はい、海岸沿いにおります。あら、ギア抜けた。いやー、ほんとね、ここまで、まったりとノンストップでダラダラと走ってきたんですけど、はい、ちょっと時々回してみたりいろいろチェックしましたけど、カムチェーンも静かなままですし、はい、排気音も落ち着いて、はい、あのバランス取れて非常にどこからでもこうスムーズに、はい、いやー気持ちいいね。やっぱりね、もっと早くすればよかったんだけどね、なかなかさ、寒くならないと、ね、乗れる日は乗っちゃうから整備が後回しになっちゃったりして、はい、してたわけですけど、はい、同調も取れて実に調子いいです。はい、今年一番調子がいい感じのエンジンに仕上がってます。でね、今からね、ちょっとね、もう10分もかからず着くと思うんですけど、行き先は、ラーメン屋さん、味平っていうラーメン屋さんに行こうと思います。確かここも店主がバイク乗りだったような気がしますけど、はい、尾道ラーメンが食べたくなって出てきたわけでございますと、はい、試運転どこ行こうかなと思った時に、なんかそういや尾道ラーメン食いてえなーって、この間秘密の県民賞かなんかで、はい、尾道ラーメンやってたんですよね。で、おー、確か食べてねえなーと思いながら行くとは思ってたんですけど、はい、そう思ったら急に味変に行きたくなりました。はい、ということで、はい、今日はちょっとお昼ご飯は味変でラーメンでも食うかなーみたいな感じです。はい、まあ、混んでるかもしんないけどね、わかんないけど、まあ、とりあえず行ってみまーす。はい、到着しました、味平さんです。そんなに混んでなさそう、助かった。はい、今からご飯食べに入ります。はい、こちら、ラーメン味平さんで、はい、尾道ラーメンとチャーハンのセットをいただきました。はい、なんかね、尾道ラーメン食うとね、先に麺をちゃっとすすって、スープをすすりながらチャーハンを食うのが好きなんよ。
久しぶりに来たけど美味しかったです。はい、アジセイさんでラーメンを食べたんで、今からもうまっすぐ家の方に帰ろうと思います。12時半、はい、このまま尾道のね、あの海岸沿いの方に出ようと思います。はい、山の中寒かったんではい、そんな感じで帰ろうと思います。そうですね、今日走ってみた感じで言うと非常に調子が良いので、エンジンも、はい、良かった良かった、これでもう試運転安心して、はい、走れますね。あ、そうそう、言うの忘れた、アジヘイさん国道184号線沿いです。はい、尾道よりちょっと北の方へ登ってもらうと国道184号線沿いにございます。はい、ぜひ行ってみてください。という別にお店からお金も何も宣伝費ももらっておりませんが、はい、たまに来たくなるということで、はい、です。いや、こうですね、冬はね、こういう200キロぐらいまったりと走るのが増えると思うので、やっぱりその低回転でのんびり走るときにはやっぱこうエンジンのね、メカノイズとかがね、少なくなって、回転の同調も取れてる方が走ってる気持ちがいいんですよね。だから、まあ、冬にこういう整備きちんとできてるとね、まあ、あったかくなるまでが楽しくのんびり走れるかなと思います。はい、ということで今日の動画はこの辺にしましょう。非常に短めの動画ではございましたが、はい、また次の動画でお会いしましょう。ではまた、バイバイ。